日本が改修を進める海上自衛隊最大級護衛艦の動きが着々と進んでいますね。一刻も早い改修こそ中国に対する抑止力になり得るため、今後とも迅速な整備を期待したいものです。さて、今回は21年度におけるこの護衛艦の動きについて詳しく解説していきましょう。2023年の加賀改修で、すでに艦首が四角へと変貌を遂げています。このチャンネルでも何回も話題に出してきてよかったと考えています。真実を伝える件ね。2021年度の海上自衛隊の主な動きとして挙げられるのが、艦艇記号で DDH と称されるヘリコプター搭載型護衛艦の出雲が、航空母艦海の改修の第一段階を無事クリアしたことではないだろうか。前年度の2020年では、出雲が建造された造船所であるジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所での第1回目の航空母艦化改修を行っており、その翌年である2021年10月に、無事に艦載機となる F-35 ライトニング2B 型の発着艦テストを成功させていることから、ことは順調に運ばれていると思われる。防衛省の発表によると、このテストが実施されたのは、四国沖合の洋上とのこと。とはいえ、言うまでもなく F-35 ライトニング2B 型において、日本は、現在調達中の段階にあることから、山口の岩国基地所属のアメリカ海兵隊の協力のもと行われた。この際の、出雲への F-35 ライトニング 2B 型の発着艦の様子を、防衛省、及び、海上自衛隊が、2分強の動画として撮影しており、その様子は、SNS 上にも公開されている。動画の中では、同機の垂直着陸や短距離離陸のリアルな運用状態などが映されており、そのような光景を一般人でも手軽に視聴することが可能だ。さて、第一段階として2020年から2021年6月で改修工事が行われた出雲だが、その施工内容は外見上の変化があまりないものとなっている。というのも、施工内容としては、全通式の飛行甲板への F-35 ライトニング2B 型のエンジン排気熱に対する耐熱加工が主なものだったからだ。今後の伊豆、モノ航空母艦化の流れとしては、2022年中に、アメリカ本土の東海岸基地において、艦載機の F-35 ライトニング2B 型の運用に必要な認証を受けるとされており、以降の2023年から2024年にかけて、アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の協力を受けつつ、その運用のノウハウを蓄積していくものとみられている。その後、2025年に2度目の改修工事が予定されており、その際は、現在進行方向の先端部分は、台形となっている飛行甲板の形状を、アメリカの強襲揚陸艦等のような四角形に変更することが予測されているのだ。これにより、外見上の変化も大きく見られ、航空母艦としての変化が現れてくるものと思われる。ちなみに、現時点においても、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦は可能となっており、これは、前述のテストからも理解できることだろう。実際、アメリカ東海岸へ認可を得る際も、現状の飛行甲板で行われるようだ。今回公開された動画でも、アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型は、艦首部に向けて、スルスルと短距離滑走を行い、台形上の艦首部飛行甲板から問題なく発艦していく様子が確認できるため、運用上では、さほど問題のないように思える。その問題のない部分に、なぜ手を加えるのかというと、
飛行甲板そのものの面積を拡張することで、そこに路中スペースを確保することと、それに干渉しない F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離確保を図るためだ。航空母艦階の改修が終わった後、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、出雲が運用可能となった場合でも、出雲の任務は変わらない。現状のように、対潜哨戒任務などにおいては、SH-60J ヘリ等の運用を継続することも考えられており、様々な場面に対応できるように考えられているのだ。また、艦首部分に、スキージャンプ方式の発艦装置を設置しないことも、対潜哨戒能力を維持することに関係があると考えられている。出雲、片護衛艦は、艦首部の水面下の部分に、対潜哨戒用の大型のソーナー設備を搭載しているのだが、仮に、スキージャンプ方式を採用するとなると、艦首部分に重量が集中してしまい、バランスが悪くなってしまうのだ。さらに、せっかく飛行甲板の四角形階の改修を行い、飛行甲板を拡張しても、スキージャンプ式の発艦装置を備えた場合には、本来の目的であった路中スペースの確保が無駄になってしまう。それらの理由から、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスなどでも採用されている、スキージャンプ方式を採用しないとのこと。実際のところ、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての運用のみに、重点を置けば、燃料や兵装を、多く搭載しても離陸することが可能なスキージャンプ式の発艦装置が、最も運用効率には優れている。だが、前述したように、海上自衛隊は、複数の任務をこなすことを想定しており、その一点にのみ注力することは、できないのだ。出雲、と、同様に、2番艦の、加賀、も、航空母艦階の改修が進められており、加賀の場合は、出雲よりも早く改修が予定されており、艦首部の拡張を含む第1回目の工事が2022年に予定されている。その後、2024年にアメリカ東海岸基地へ出航し、出雲と同時ように F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けると見られている。これらが完了すれば、航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用に入るようだ。つまり、出雲よりも先に加賀の方が F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用体制を構築するものとなる。出雲が2027年に対して、加賀は2026年頃と見られているのだ。ここで、出雲や、加賀の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型について触れておくのだが、航空自衛隊では、この F-35 ライトニング 2B 型を、総数42機調達するものとなっている。また、通常時の配備場所として、最も有力視されているのが、宮崎県のニュータバル基地だ。広島県の5基地を母港としている、加賀のことを考えると、距離的にもニュータバル基地は、ベストな位置にあると言えるだろう。さらに、新設が進行している、鹿児島県の馬毛島にも近く、訓練の効率化や南西諸島防衛を想定すると、理想的な立地と考えられる。しかしながら、こういった発表につきものなのが、騒音を、名目に配備反対を掲げる、特有の団体たちだ。ニュータバル基地自体は、既設の航空自衛隊基地であり、2021年時点でも、F-15J イーグル戦闘機の1個飛行隊が配備されている。このことを考慮しても、F-15J イーグル戦闘機より F-35 ライトニング 2B 型の騒音の方が、圧倒的に激しいという主張は、
疑わしいものだ。鹿児島県の馬毛島においても、反対派の人物が市長に当選したこともあり、反対運動は激化することは考えられる。しかしながら、そこに自衛隊の拠点を置くことや、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練に使用するという決定は、国が下した国防政策だ。国の決定が優先されることは言うまでもない。このような反対派は、軍事施設が存在するという事実こそ危険なものであり、敵からの攻撃を受けやすいと主張するが、現状、中国に対抗する有効な代案を提示している様子はない。ただ反対を行うだけでは、なんだ、国の利益にはならず、自らの国を危険にさらす行為だということをしっかりと認識してもらいたいものだ。とはいえ、出雲や加賀の航空母艦化が完了しても、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は、最大でも十数機程度であるため、航空戦力として心もとないことも事実だ。しかし、そのような戦力もないよりはマシであり、反対派を抑えながら、しっかりと軍備を整えていってもらいたいものである。防衛費増額が話題になっているが、今までのツケが回ってきているのが現状。世界情勢は日々変化している。沖縄本島は中国になりたいのか、本当に心配している。南西離島とは真逆の考えで、南西離島は東京へ県を移動してほしいとさえ考えていますよ。